ホセ・ミゲル・フェルナンデス・ディアスは、キューバのサンティアゴ・デ・クーバ州出身のプロ野球選手。右ト左打。韓国、トサン・ベアーズ所属。ココ・ドゥリロスで、マタンサス在籍時の2012-2013シーズンの前半戦は、打撃絶好調、打率、393の首位打者で折り返した。2012年11月6日に、サムライ・ジャパンマッチ2012、 日本代表 VS キューバ代表のキューバ代表が発表され代表入りした。同日、台湾で行われたサンダーシリーズのためらい大した。サンダーシリーズ終了後の14日に来日した。2013年3月開催の第3回 WBC のキューバ代表に選出された。ヘクター・オリベラが病気で離脱したのもあって、生じる意思となった。 2014年10月に亡命を試みるも失敗。2015年12月にハイチに亡命成功した。2017年1月11日にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結んだ。シーズンでは主に参加の AA 級タルサドリラーズでプレーし、オフの11月14日に自由契約になった。2018年1月5日にロサンゼルスエンゼルスとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。シーズン開幕は参加のトリプル A 級ソルトレイクビーズで迎えた。6月8日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、メジャーデビューとなった同日のミネソタツインズ戦にて7番一塁手で先発出場して2回表の初打席でランスリンからメジャー初安打を放った。 2018年12月26日、韓国、トサンベアーズと契約した。2019年はトサンで、久保リーグ最多の197アンダーを記録。2020年もリーグ最多の199アンダーを記録した。右打者揃いのキューバ代表の中では貴重な左打者で、選球していく意識も強い。遊撃士も兼任している。ありがとうございます。